本当生活変わりますね。この状態で iPhone をつけていきます。出た。はい、充電。これで動画も映画もずっと充電しっぱなしで見れます。iPad とかもね、ここにペタッと貼り付けることができるので、タブレットアームとしてもね、使うこともできます。どうもこんにちは、まみよしです。以前の動画でね、こちらのタブレットアームのレビューしたんですけども、今回はですね、僕が普段使ってるこちらのね、スマホアーム。これめちゃめちゃいいので、これについてね、ちょっとレビューしていきたいと思います。で、今回ね、こちらのアーム紹介していくんですけども、こちらのアーム何がいいかと言ったら、ここですね、スマホの固定方法、iPhone 12、13、14でこちらのマグセーフに対応したんですけども、今回のアームはそのマグセーフでね、取り付けるものになります。試しに取り付けてみましょう。iPhone をペタッと貼り付ける。これだけ。もう取り付けがね、めちゃめちゃ簡単っていうのがこちらのアームのメリットですね。もう一回いきます。もう上にペタッと貼り付けるだけ。で、磁力に関してもかなり強いです。叩いてもなかなか取れない。なので iPhone ね、12以降を使ってる方はこれがめちゃめちゃおすすめです。で、まあただね、このスタンドに関してはこんな感じで磁石でくっつくだけなので充電っていうのはできないんですよね。ただあるものを使うことによってもうこれを貼り付けただけで充電できるようにできるんじゃないかと思って、それもね、ちょっと今から試していきます。ちなみにこのアームに関してはこんな感じで、アーム部分に関しては1本2本っていう感じですね。ケーブルホルダーもあるので、まあ、こう有線でね、充電することなんかもできます。で、固定方法に関してはこれすごくてね、ベッドの横側につけるようにここに穴が開いてます。で、そして机とかに挟む用の穴もここに開いてるので、まあどっちでもね、使うことができます。で、そしたらね、こちらのマグセーフどうやって充電に対応させるかというと、こちらですね、ESR のハロロックっていうやつです。まあ、早速開封していきます。これ本当はね、車につける用のやつですね。中身はこんな感じ。アーム本体と充電パッドっていう感じですね。で、今回はこの充電パッドを使います。このアームのね、取り付け部分が、一回外します。こんな感じで丸くなってるんですよね。こっちも一緒です。この ESR のマグセーフで充電できるパッド、これもね、全く一緒のやつを搭載してるんですよね。なので、もうこれを取り付けちゃいます。リングを入れて、丸に刺すと。はい。これで、あとはネジを締めていくだけ。若干ネジの締まりは、ちょっときつめかもな。このキャップに関しては、取り付けなくてもいいかもしれない。あとは、マグセーフのね、磁力っていうのは一緒なので、ここにペタッと貼り付けます。で、このアームに関しては、結構ね、可動域が広くて、まずここね、上下に変えられます。で、ここは横向きに変えられます。で、あとね、最後の先の方にはボールジョイントと。これキャップつけない方がいいな。なんか、落ちるってこともなさそうだからキャップいらんかも。むしろこれ最初からついてたやつのキャップ使ってみます。あ、こっちだな。あ、ぴったりぴったり。こっち使いましょう。こうすることで、マグセーフ充電にも対応したスマホアームができると。あとはね、ここにね、USB-C 端子があるので、この C 端子にケーブルを挿して、アーム部分に沿わせれば OK です。まあ、ちょっと USB-C 端子挿してみます。はい。こんな感じ。青く光りました。この状態で iPhone をつけていきます。ペタ。はい、充電。もう完璧。これで、もう動画も映画もずっと充電しっぱなしで見れます。しかもね、夜充電するときにここにペタッと貼り付ければいいので、夜寝て通知で起きたときも上見上げれば通知が見れるとか、もうこれ最強じゃない。ただね、今ちょっと思ったのが、このマグセーフの磁力っていうのは若干 ESR の方がちょっと弱いかもな。うん、まあでも、そんな変わんないか。いや、もうこれめちゃめちゃいい組み合わせでしょう。寝るときはこんな感じで下向けると。で、もちろんアームの移動もできるし、横向きにも移動できる。スマホも回転できます。特に充電でね、ファンの音が鳴るとかもないので、これ最強すぎる。で、ちなみにね、こういった iPad とかも、こういうマグセーフのね、リング。これも ESR 製だったり、あとはこのアームにね、もともとメタルリングがついてきます。こういうものを使うことによって、iPad とかもね、ここにペタッと貼り付けることができるので、タブレットアームとしてもね、使うこともできます。こうやって叩いてもね、なかなか落ちない。なんでね、そういった方もこれ買ってみてもいいと思います。スマホアームにもなるし、タブレットアームにもなります。ただ、タブレットで使う場合に関しては、ワイヤレス充電には対応してないので、こちらのね、やつは買わなくて、最初のね、このパッド、このアームだけ買えばいいと思います。充電は有線でやるっていう感じですね。この組み合わせ、アームが確か2000円ちょいで、こっちが3000円ぐらいだったので、合計5000円でできます。で、マグセーフ充電できなくてもいいよっていう場合は、アームだけね、買ってこのマグセーフのやつ使えばいいので、めちゃめちゃ安上がりになります。
これはね、本当生活変わりますね。スイッチボットの次に変わるかも。なので iPhone12 とか iPhone13、14使ってる方はね、ぜひこの組み合わせで試してみてください。ちなみに USB-C ケーブルに関してはこの ESR のアダプターについてますね。これ使ってもいいかも。端子はタイプ A とタイプ C です。ということでいかがでしたでしょうか。こちらのスマホアーム、もうめちゃめちゃ最高だと思います。これね、結構売り切れになったりするので、欲しいと思った方はね、ぜひ早めに買ってみてください。以上、最近買って良かったもの上位に入るマグセーフ対応のスマホアームのレビューでした。バイバイ。あ